どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、JALPay のチャージルートね、できませんでしたので、今回の動画では JALPay のチャージルートですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、JALPay ですね、昨日ね、クレジットカードからチャージね、開始になりましたよね。まあ、なりましたけども、結局ね、JAL カードから JALPay っていうのは、まあ、チャージしてもね、ポイントももらえない。またね、ライフステータスポイントもね、この指標がマイルっていう風になりますんで、 残念ながら、JAL カードから JALPay にチャージしてもね、ポイントは一切もらえません。こちらね、非常に残念ですよね。というのも、a n a p イはですね、ANA のクレジットカードから a n a p イにね、チャージすれば、否定のね、マイル数取れるっていうふうになるわけなんですけども、まあ、こちらですね、JALPay にはね、こういった対応はね、入らなかったっていった形になります。で、今回ですね、JALPay のね、チャージルート、こちらね、昨日の動画でも話したと思うんですけども、この JALPay のクレジットカードの登録っていうのは、 一日にね、一枚しかすることができないんですよね。で、私はね、日付が変わって、まあ、プリペイドカードからね、チャージを私はね、試させていただいておりまして、まあ、クレジットカードからチャージできましたって報告はね、非常にたくさんいただいたっていうふうになりますので、まあ、ここら辺の情報を集めてですね、今回ね、チャージルート紹介していきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。 それではまずですね、昨日ね、JALPay のクレジットカードチャージキャンペーンね、話させていただきましたけども、こちら一応おさらいねしておきたいなと思うんですが、JALPay のクレジットカードのチャージキャンペーンということで、先ほどね、JAL カードから JALPay のチャージっていうのは、マイル付与ね、積算対象になりませんよっていうお話をさせていただきましたけども、このキャンペーン中だけえ5万円チャージしていただければ、え500マイルが取れるえ。もしくはね、普通カードの JAL カードナビとかね、JAL 以外のカードであれば、まあ、5万円チャージして、 だけば300マイル取れるっていう風になりますんで今回のこのキャンペーンの時だけですね JAL カードからまあ、その他のカードから、えー、チャージしていただくと、えー、マイルが取れるっていう風になりますんでマイルがね欲しいっていう方はこちらで、ね、チャージしていただくのはこのキャンペーン中だけであればですねお勧めていただきになりますで、エントリーが必須になっておりますので、えー、エントリーね確実にしといてくださいで上限はね、えー、JAL 普通カードのショッピングマイルプレミアムここまでのクレジットカードの方に関しては、えー、5万円チャ チャージすると1%の500マイルで普通カード、ジャルカードのみ、ジャルカード以外のカードからだと5万円チャージして300マイルっていう風になりますのでこの点ね押さえといてください。まあこういった感じですかね。 では、チャージルートをね、えー、見ていきたいなと思うんですけども、えー、まずね、えー、JAL カードに関しては、まあ先ほども言ってると思いますけども、JAL カードから JALPay のチャージは基本は0%還元です。今、キャンペーン中で1%ね、取れますけども、5万円までチャージして1%の500。 マイル、えー、取ることができますけどもこのキャンペーン中、こちらね、4月の2日から6月30日までになりますけども、まあ、この間間に1回だけ500マイルが取れるっていう風になりますんで、まあ、これ以降に関しては基本的にチャージするっていう意味はね、JAL カードからはね、ないっていう風になります。で、国際ブランドは JAL カードに関してはマスター JCB, ダイナ a スビザえー、利用することができて、アメックスだけチャージすることができません。で、JALPay ね、チャージしていただいて、 キャンペーン中だったらね、5万円で1%取れますんで、1回ね、5万円チャージしていただければと思うんですけれども、JALPay から ApplePay で1もしくは7個えチャージしていただくと、えここでね、0.5%還元が 取れます。ワオンであればミニストップから1%還元でね、楽天バリアブルカード購入することができますし、まあ7個だとね、残念ながら還元は取れないんですけども、まあこういったものにね、利用することができるワオンであれば1%ここで取れるっていう風になりますんで、合計ね、キャンペーン中であれば2.5%還元で投資信託購入することができたり、国税のね、支払いとかにも利用することができます。楽天ペイでそのままね、お街で使っていただければさらに1%還元取れる っていう風になりますんでキャンペーン中だとね合計1230.5ということで3.5%還元で楽天ペイ使えるっていう風になりますんでまあこういった使い方していただくのはねいいのではないのかなと思いますえ次にねジャルカードでジャルペイ経由のモバイルスイカチャージのねルートに関してなんですけどもまあ、こちらは先ほどとねこちらは同様ですねでジャルペイからアップルペイで A. N. A. P. ですね。前ね、この A. ジャルペイから A. U. P. E. プリペイド A. N. A. P. ってね、ルートを組んで。 aupay プリペイドの還元をね、取ってたりしてたんですけども、aupay プリペイドから anapay の還元はなくなりましたので、こちら直でね、チャージしていただくっていうふうになります。で、キャンペーン期間中であれば1%取れて0.5%、こちら JAL マイルですね。こちらは a n a マイルが取れて、合計2%でモバイルスイカにチャージすることができます。あ、言ってなかったですけども、基本的に Apple Pay チャージがね、入りますので、基本は iPhone の方のみがね、利用することができるルートって言った形に、 なります。で、次ですね。えー、こちらは JAL 以外のクレジットカードですね。Visa, ックスはチャージに利用することができないっていうふうになりまして、昨日ですね、えー、このキャンペーンが出た時にですね、クレジットカードチャージのね、この部分なんですけども、ちょっとわかりづらい表記になってたんですけども、注釈はね、入るようになりましたね。JAL カードに関してはマスター JCB, ダイナー s ビザアメックス以外だったら全部使えるんですけども、 ジャルカード以外のカードは発行元に関わらず以下の国際ブランドのマークが表示されているカードがご利用いただけますっていう風になるんですよね。で、マスター JCB ダイナースって書いてあると思うんですけども、マスター JCB ダイナースクラブ以外の国際ブランドは対象外となりますって書いてありますよね。ですので、この セゾンカードであったり、ビューカードであったりですね。こちらね、セゾン、アメックスとかもありますよね。こういったものは、えー、セゾンのマークは書いてありますけれども、チャージに利用することができないっていう風になりますんで、 この上記の国際ブランドが表示されているものであれば、えー、セゾンのね、JCB とかね、のあれば、えー、利用することができるんですけども、まあ、セゾンであっても、アメックスであれば利用することができないって言いた形になるんですよね。まあ、これちょっとね、わかりづらかったんで、こういう表記が入ってね、えー、いいですね。まあ、こういった形になりまして、 え、ジャルカード以外の場合でもですね、基本的に、え、ビザ、アメックスはチャージすることができなくて、マスター、JCB、ダイナースブランドだったら、他のクレジットカードでも利用することができます。まあ、どういった感じのクレジットカードが利用できるのかっていうのはですね、ちょっと後で軽くね、紹介させていただきますけども、私もね、全部が全部試せておりませんので、まあ、今はそれ、あの、チャージできるかもしれないですけども、試してみたらできなくなってるっていうことも、えー、十分考えられますんで、この点ご注意ください。 で、普通のクレジットカードから1%でね、j a l ペイにチャージしていただいて、さらに、キャンペーン中であれば、JAL カード以外だとね、0.6%還元ということで、1.6%で j a l ペイにチャージすることができます。で、j a l ペイから0.5%で a n a イ a で、a n a イ a 使っていただいて、0.5%ということで、キャンペーン中であれば、1.6の0.5、2.1の2.6%還元。 で、利用することができるっていう風になりますんで、モバイルイカルートね、チャージしていただくのはね、非常にいいのではないのかなと思います。で、次ですね、JAL 以外のクレジットカードの場合の、このね、等信託購入していただくルートなんですけども、 こちらだとですね、JAL 以外のクレジットカードから1%還元で JALPay で、キャンペーン値はさらにプラス0.6%つきます。で、JALPay から0.5%で、ApplePay で1オンもしくは7個。で、こちらはね、先ほどと一緒なんですけども、1、え、オ、ー、ンでね、えー、楽天バリアブルカードを購入していただければ1%ついて、で、またね、投資イ託購入することができたり、えー、楽天 Pay でね、請求書支払い、手数料なしで国税、地方税、えー、支払うこともできます。こちらで利用していただくと1、ここで1% 1%1%1.1% なん1で3.1%で等身宅購入国税の支払いで楽天ペイで使っていただければ4.1%還元も実現できてしまうというふうになりますのでこのルートはね本当にすごいですよねぜひ、えー、ね楽天ペイが使える方に関してはまあ5万円までにはなりますけども結構いいのではないのかなと思います それでは次にですね、クレジットカードからマスター、JCB、ダイナース絡めてね、どうにかうまく利用することができないかということで、まずね、T カードプライムですね。この T カードプライムは日曜日の還元率が1.5%還元で利用することができるっていう風になりまして、T カードプライムからジャルペイのチャージね、報告で利用することができましたっていう方ね、いらっしゃいましたので、報告ありがとうございます。日曜日の還元率が1.5%、日曜日にジャルペイにチャージしていただけ れば2.1%キャンペーン中はね利用することができるっていう風になります。で先ほどのルート一緒でさらに1%取れるっていう風になりますので合計3.1%還元でモバイル追加チャージできてしまうっていう風になりますのでこれもすごいですよね。でこの T カードプライムね日曜日の利用していただくと1.5%なんですけどもこの1.5%還元は T ポイントで貯まるっていう風になりますので T ポイントであれば70%で ANA マイルにね交換することができるっていうふうになりますんで、1.05%ANA マイル還元の 0.6%JAL マイル還元でここでね 0.5%JAL マイルがつくっていうふうになりますんで、JAL マイルの還元率は1.1%また ANA マイルの還元率は1.5%でモバイルスイカチャージできてしまうっていう風になりますんで、マイル貯められてる方ね、やはりこの T カードプライムね、年会費初年度無料、2年目以降もね、前年1回で無料になるカードにもかかわらず非常に還元率が高いですよね。まあ今までこの T カードプライムから ANAPay ね、チャージしていただいて使ってくださいっていうね、話を私の動画ではさせていただいてたんですけれども、まあこのルートだったらね、かなりいいですね。 で、またね、こちらは先ほどと一緒で、こちらを絡めて、え、等身託。 とかね購入とか楽天ペイとかね、えー、楽天ペイ請求書バレーとかね利用していただければここで2.1% 2.6%の3.6% 4.5%も夢じゃないみたいなかなりすごいですよねまあ、こちらね5万円までにはなりますけどもこちらはねかなりいいですねで次にですね有名なね三井住友カードを100万円決済使用されてる方もねいらっしゃると思うんですけどもまあ、こちらに関してはですね今現時点ではこの三井住友カードのゴールドのね 100万円仕様に対象になる対象にならないっていう中にねまだ現時点ではジャルペイっていうのはね入っておりませんので対象になるかと思うんですけどもこれもねいつまで対象になっているのかっていうのはねまあ、正直わからないまあこのジャルペイ時代がねカードからチャージ開始したのが昨日からっていう風になりますのでまあ、いつね塞がれるかはわかんないんですけどもまあ、こちらで1.5% え、基本が0.5%、100万円利用で1%なんで1.5%で2.1%ね、キャンペーン中であればね、利用することができて 0. 5、0.5%ここで取れて、ここで1%取れて、楽天ペイで利用すれば1%もさらに取れてしまうっていう風になりますんで、まあこうなってくるとね、すごいですよ。2%の2.5の 4の4.6%。これはすごいですね。まあ一応ね、5万円までにはなりますけども、まあこういった感じでね、利用していただくのもね、おすすめっていうふうになります。で、このね、三井住友カードゴールドのマスターカードじゃないと、こちらのルートはできません。クレジットカードのね、チャージルートで、ビザカードはね、JAL カード以外利用することできませんので、この点ね、ご注意ください。で、またね、これは先ほどと一緒ですけども、 モバイルスイカね、チャージしていただければ、2.1%の2.6の3.1%還元で、モバイルスイカね、チャージすることもできるっていうふうになります。で、次にね、プリペイドカードなんですけども、プリペイドカードってね、ほとんどビザブランドなんですよね。ですので、私の紹介している、イデアであったり、バンドルカードであったりね、B4 さんとかね、まあ、たくさんありますけども、全部使いません。で、唯一ね、利用することができるのは、昨日までね、ミクシエム利用することができ できてたみたいなんですけども、どうやらミクシームはね、塞がれたみたいですね。ですので、今現時点私が知っているのはファミペイバーチャルカードであれば、え、このね、 ジャルペ y にチャージすることができて、基本で0.5が取れて、キャンペーン中ね0.5、6%取れますよね。で、ここで0.5。で、ここで0.5取れるっていう風になりますんで、1.5%の2.1%還元でモバイルイカっていう感じですかね。まあ、ここ、まあ、こういった感じになるとね、まあ、こちらは利用しなくてもいいのかな、なんていう風に思うんですけども、 やはりね、この j a l p イがね、今回チャージがね、開始になって、それでね、あの、アメックスからね、どうにか絡めて利用することができないかって考えたんですけども、マスターカードのプリペといえば a u p イプリペイドカードなわけなんですけども、残念ながら a u p イプリペイドは j a l p イにチャージすることができませんでしたので、こちらね、利用することができないっていうふうに、 なります。この JALPay がですね、Apple Pay でチャージできるようになれば、auPay プリペイドでね、チャージすることが今後できるかもしれないんですけども、まあこちらはね、淡い期待っていうところですよね。 この a u p a y リペイドから JALPay が通ったらね、AMEX から a u p a y リペイ p a j a l p a y っていうルートがね、組めるんですけども、まあ今のところはですね、ミキシエムね、塞がれたっていう情報をね、いただきましたので、ファミペイだけかなっていうところですね。もしね、AMEX からのチャージルートがですね、こういうのがありますよっていうのがございましたら、ぜひね、教えていただければなぁと。 思いますで、こちらはですね、今までね、私の動画で、えー、散々紹介してきたね、2%還元で、えー、バニラビザギフトカード、ここからモバイルスイカがね、チャージすることができたり、ちょっとね、不安定な時もあるみたいですけどね、アマゾンギフトを購入したり、楽天バリアブルカードで、投資インタクね、2%還元で、投資インタ買ったり、またね、2%還元で、 税金支払ったりね、することができたり、楽天ペイで払うとね、さらに一番上乗せとかすることができた、このルートなんですけども、まあ一応ね、基本的に JAL マイルをメインにしてる方で、えー、ルートをね、組んで、お得にね、あの、スイカチャージ、Amazon ギフト購入、バリアブルとかね、購入されるのはこのルートがね、まあおすすめなんですけども、 ジャルカードでショッピングマイルプレミアム加入していただいて、えー、このね、JMB1 カードにチャージできるカードをね、保有されている方は、まあ、こっちでもね、いいのかなっていうところですね。もちろんね、ミニストップで5と15と25の日に買いに行かなきゃいけないので、 ミニストップがね、近くにない方、あのルートは利用することができないんですけども、もうこのルートね、えー、ずーっと利用することができておりますので、まあ、正直ね、この JAL マイル、JAL ペイをね、絡めたこのルートに関しても、まあ、正直いつまで持つかわかりませんのでね、この点はご了承いただいて、えー、今回の動画ね、利用していただければなと思います。まあできればね、このルート、まあここがね、JAL のね、公式タイトルにも書いてあることですので、まあなくなるっていうことはないと思うんですけど、こっちはちょっと怪しいですけどね。 はい、JMB1 音で、ね、えー、利用、あの、ポサカード買って1%還元取れるのね。まあ、これもね、正直、一体あ、あの、ワオ、あの、イオン側知ってると思うんですよね。これで、あの、還元を取らしてるっていうことはね。ですので、今、塞いでこないっていうことは、まあ、しばらくいけるんじゃないかと、まあ、私はね、思っているわけなんですけれども、まあ、こういった感じでね、利用していただければなと。 思いますはい、ということで、今回ですね、j a l p イのチャージルートね、えー、紹介ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、残念ながらですね、アメックスからね、絡めれるルートがね、出るのではないかということで、非常に期待してたわけなんですけども、まあ、残念ながらね、アメックスから経由してね、利用することは、まあ、どうやらね、できなさそうですね。まあ、a n a p もね、アメックス使えませんので、まあ、j a l p e も使えないってなるとですね、まあ、これはもう、なんかあんのかな、なんていうふうに思うんですけども、えー、キャンペーン中はですね、もう5万円まで にににはなりますすけども非常にお得にね利用することがでできますので、まあ、ちょっとねね手間かけててて利用、ね、してみていただければなとと思いいますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイ診断ねえ、やっておりますので、無料で利用できますのでね、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ